はい、エディターのさかなちゃんです。今回はこちらを紹介したいなと思っているんだけど、はい、今回もまあ引き続きですが、富山の輸入車賞2020賞、まあ地元の輸入車賞を見てきたということで、まあその模様なんですよね。はい、そちらにおいてまあ教えていなれば、はい、今回は BMW の、まあ電気自動車、まあ、EV のセダンなんですね。まあ、それが BMW の i5 i5 を見てきたって言ったらそれだけの動画になってくるんですよね。はい、見た感じとしてはやっぱかっこいいですね。やっぱりまあ人にユニットといい、まあ、あの存在感がやっぱ強いなっていう感じはすごくするんですけどね。いや本当にあれで電動というのはやっぱすごいなっていうのはやっぱそうあるし、まあ今後はねワゴンタイプも出てくるっていう話なんですけど、いや本当これは見る価値ありますね。いや本当見てみたいなっていう感じはあるんですけどね。はい、そんな感じかなっていうところかな。はい、そのところ見ていただければなっていうところですね。はい、どうぞ。今回はこちらとなります。 BMW i5 の eDrive 40 のエクセレンスっていうモデルになります。まあどう違うかっていうとやっぱりねフロントグリルくらいかなと思ってはいるんですけどね。まあ最近のね BMW というのはやっぱりねいろいろ変わってきていて、やっぱりね本当にシュッとした感じがやっぱり、ね、存在感あるかなって感じはあるんですけどね。はい、そのとこかな。
内装としてはどうかというと、やっぱりね、ブルーと基調とした、やっぱりね、ディテールが、まあ、存在感あって、まさに未来の車だなっていう感じはあるんですよね。まあ、こういうシュッとした感じ、そしてブルーのアンビエントという、やっぱこういうところはやっぱビームらしいなっていうところはあります。やっぱ走りを攻めた感じ、そういうのもあるし、やっぱり未来の車っていう感じ。まあ、そういうやっぱりね、躍動感をやっぱ感じる、そういうところはやっぱ強いなっていうところがあります。そして、まあ、センターディスプレイというやっぱりね、本当に実用性も高いし、置くだけ充電もできるし、まあ、そういうところがあるかなと
運転席周りの印象として言えば、やっぱりね、本当にね、未来の車です。本当にまあディスプレイメーターとね、センターディスプレイという、まあ、これね結構ね便利なんですよね。まあナビの画面を映したりとか、まあ、そういったところもあるし、やっぱり今までにないシームレスな感じができるんですよね。そしてやっぱりね、本当にまあバッテリーの状態とか、まあ、そういったスマホ連携機能とかもいろいろあるんですけど、やっぱりねこういう魅力は大きいなっていうところあるし、やっぱ魅力的ですよね。はい、
はい、あとはシート周りの印象かなってところですけど、やっぱりねセダンだけあって、やっぱりね報道感はやっぱあります。そして本当にね実用的だし、やっぱりねスポーツカーだなっていう感じはあります。そしてやっぱりねサウンドシステムとか、やっぱりね本当にこういうのもあるかなってところはあります。はい、そういうとこかな。そしてやっぱりねシートの見てもやっぱりねかっこいいなって、後ろを見てもそんな感じもあるし、すごくゆったりとした感じはするかなってところがあります。はい、
あとはフロント周りの印象としてはやっぱりね、このキドニーという、まあキドニーに見えるんですけど、これフロントグリルではありません。ちゃんとパネルになっていて、やっぱりね、電気自動車ですっていう感じはあります。ただ M スポーツパッケージになるとちょっとね、キドニーのデザインがちょっとね、変わるんですよ。ちょっとね、ごっつい感じになるんで、ごっつい感じになるし、あとはレーダーがむき出しになっちゃうんですよね。あれで結構賛否あるんですけど、やっぱりね、これじゃなかったとしてもやっぱりね、本当にあ、これは素敵だなっていう感じはあるし、やっぱりね、CD 値も変わりますので、ま、本当にいたずらに変わってない、ま、ガソリン車と遜色がない、そういうところはやっぱりね、大きいなっていうところはあります。はい。
車としてはなんですが、やっぱりですね、本当にまあね、0-100加速で6秒、そして本当にね、最高出力では250kN で、まあ、340馬力が出るんですよね。そしてまあ一度充電するとだいたい580キロぐらい走る車になります。だからまあ車としてもまあまあ悪くはないかなってところはあるし、やっぱりねこれぐらいであれば結構ね本当にちょっとした遠出はできますよね、まあ、こういうところはやっぱ大きいなってところはあります。まあ、リアとかあとはボディサイドの印象ですけど、やっぱりね本当にスポーツセダンだなっていう感じはすごくします。そしてやっぱりね本当にここ最近のビームもそうなんですし、あとはそのミニとかもそうなんですけど、やっぱねドアグリップの形状がちょっと変わっております。これは何でかっていうと、やっぱりですね本当にあれなんですよね、あの空気抵抗をなくすっていうのとかあるのと、あとは、ね、まあ、電動化することによって、まあ、軽いタッチで開けられるようにしましょうっていう感じもあるんですけど、結構これは女性の方は賛否出そうな感じはしてはいるんですよね。でもすごい軽いタッチで開けれるので、まあ、これはこれで悪くはないかなっていうのもあります。そしてこのシャープな感じ、やっぱりね本当に今時の車だなっていうのもあるんですけど、やっぱりねこのシャープの印象として言えば、まあ、未来を感じるようなそういう、まあ、伝統もあるし、まあ、そういうディテールも感じる、そういう今までにない感じとか、あとはエアロのデザインとかいろいろありますけど、これもこれでかっこいいですよね。
今回は2つモデルありまして、 New i5 E ドライブ40ってやつと New i5 M60S ドライブということで、2つあります。今回はこちらのエッセレンスとなりますので、998万円で、 M スポーツになっても値段は一緒です。998万円となります。で、その上になるとM60 の X ドライブって名前になりますが、こっちなどもっと上になるんですね。で、1560万円となるんです。わおって感じですよね。はい、まあ、そんな感じではありますが、まあ、実質、まあ、20万円ほど、まあ、すごいところだと200万円、まあ、そこらにはなりますけど、まあ、結構補助金は来るので、まあ、これで買われてもいいと思うなって思います。そんな感じではありますけど、まあ実質ね、一旦買っていただく形にはなりますので、まあ負担は大きいかもしれませんが、まあ、そんなところでしょうかね。はい、
最後まで見ていただきありがとうございました。本当にとてもいい車を見させてもらえたなという感じはあるんですけどね。本当に誠に本当にね、オートサブやっぱ存在感大きいなって感じはあるんですよね。本当に本当に本当にちょっと変わってきてるんですよね。IX と行きたいけど、ね、昔のスタイルになってきてるって感じはあるんですけど、まあ、それによってね結構存在感を出してるって感じはあるんですけど、ね、まあ、そんなところはあるんですけど、やっぱり結構ね弱いという結構男性的な雰囲気もあるんですけど、感じはあるかなと、まあ値段はまあ仕方ない部分もあるんですけどね。はい、結構これは一見の価値はあったなって感じ。あれし、あとね、まあ、本タイプも出てくるんですけどね、 M スポーツは結構賛否あるんですけどね。はい、なんだって感じあるんですか、ね、あれもあれでかっこいいとは思うんですけどね。